信じてよかった。結果気持ちよくなりましたからね。最終回かぐらいのなんか。え、決勝っすよね、今日。いや、もう一戦目です、一戦目。ブシ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 もらったブシ遠く離れた金丸義信逃げる。おー、そんな登り方が。逃げる。いけるぞ。一時芸術的だ。逃げる。ロー最終戦、大阪で優勝してトロフィーを手に入れて再びここ熊谷に帰ってくるぜ。その時は IWGP ジュニアタッグのベルトを俺たちがしっかりと巻いて帰ってくるよ。エンセリオマジで。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストは IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン高橋ひろの選手に来ていただきました。やったー。いや、スーパージュニアタッグリーグ戦が開幕しました、はい、開幕しました。はい、素晴らしい。今回10チーム参戦ということで、すごいね、今日5試合ですね、公式リーグ戦があったんですけども、はい、やばかったですね。まずこれメインイベント以来で、はい、ああもう、はい、勝ちました。ハウスオブトーチャー、気持ちかった。まさか東郷選手、飯島選手、飯島選手来るとは。いや俺もね、はい、行きたかったですよ。いやそうですよね、はい、やってムカつくじゃないですか、普通に見てて。見てるお客さんもヒロミ行けやったらすげえ思ったと思いますよ。でもね、信じてた俺は。信じてましたか。二人のね、絆をね、やっぱ控え室でも見てますから。なるほど。二人ずっと喋ってコミュニケーション取ってて、はい、そこで俺がね、粉ね入ってってね、蹴散らすわけにいかないですよ。なるほど。そこやっぱね、なんかしてくれるだろうと。もうちょっとギリギリでしたけどね、まあ、これ以上また行くようだったら行こうと思いましたけど、はい、信じてよかった。結果気持ちよくなりましたからね。いやもう行かなくてよかった。逆にもう今日開幕戦なのに最終回かぐらいのなんか。え、決勝っすよね、今日。いや、もう1戦目です、1戦目。まだ1戦目、まだ1戦目なんですよ。え、あと何試合やるよ。あと、8リーグ戦プラス優勝決定戦のことなんですよ。はい、大変だわ。これ大変なんですよ。決勝かと思って見てました。いやでもこう、最高のスタートじゃないですか。いや、これはもう最高でしたね。そうですよね。これはもう LIJ としてもそうですし、このスーパージュニアタッグとしても、この最高の始まりでしたね、はい、最高の始まりでした。気持ちかった。そしてセミファイナルではですね、はい、ヒロム選手が矢幅で藤田ジュニアハイト選手と戦ってた、うん、はい、その大会で陽選手がですね現れ、パートナーを養成した来てくれた武蔵選手のコンビ、うんうん、それがチャンピオンチームと戦ったというこの試合なんですけども、どうでした陽選手と武蔵。いや、すごい気が合ってましたよね。そうですね。お互いを多分尊敬し合いながら、うん、多分試合をこう自分たちで頭の中で組み合ってたんじゃないかな。はいはいはい。であのタッグワークとかもやっぱお互いをこうなんか尊敬し合いながらっていうのがすごい見えましたね。見えました、うん、お互い同じタイミングで同じ技をすると、うん、その拝み渡りから最初スタートするっていうのがあれはちょっとびっくりしましたね。道の具合を感じましたね。大丈夫、人生さん、人生さん、確かに人生さんが見えちゃいました、ね、人生さんが見えちゃいましたね、うん、はい。でもただ相手がやっぱ強い、このタッグチャンピオン。いや、なんかすごかったですね。いや、なんかすごいタッグチームだなってちょっと思っちゃいました。バレットクラブのようにそういうなんかミニメーターすげえ反則みたいなないじゃないですか。なかったですね、今日は。いや、なんか悔しかったですね。キーポイントあれですよ、武蔵選手飛んだのまさか、うん、キャッチして鉄柱ぶつけるとか。あれはびっくりした。あれジュニアがやることじゃないですよね、あんまり。だって音聞こえました、はい、ゴーン聞こえました。いい音鳴りましたよ。いい音すごいな、すごい音鳴りました。強かったな、チャンピオン。ただまあこれからですからね。まあそうですね、まだ始まったわけですから、はい。そしてその前はですね、はい、注目のタッグでした、うん、エル・デスペラード選手とマスター・アート選手が組むという。そうだ、それもあれは今日盛りだくさんですね。盛りだくさんです。でも最初入場客から揉めてましたよね。そうですね、なんかいろいろとありそうでしたね。でもあの2人が、はい、本当とね、この先どうなるか分かんないですけど、コア強いですからね、一人一人がコア強い。今本当に 1+1 は今2になってる状態なんじゃないですか。1+1は 2、まあ、通常という、はい、通常なんじゃないですかね。なんか多分途中で 1.5 ぐらいになってる時もなんかあ、まあ、一瞬ありましたからね、はい、うん、いやこれがだから 3、4、5 となる可能性を秘めてますよね。確かに、うん、まあ、こう試合を重ねるごとにどれくらい距離が縮まっていくかですね。もう終わる頃には親友になってる可能性もありますね。ああその可能性も、可能性なくはない、なくはないということですね。いや、あとこう藤田選手もですね、一時帰国して
そうですね。ガラッと変わってたね。1ヶ月半ぐらいなのに。もうちょ見れてないんですよ。見れてないですか。ちょっとこれはもう。アーカイブ。でもさ、見れないんですよね、もう。アーカイブ。え、アーカイブ。また。いやいや、アーカイブ。ミラクさん得意だわ、そういう嘘つくの。アーカイブあるんですか。え、見れるの。え、じゃあもう一回見れるんですか。え、じゃあ藤田のその回線って見れるの。あ、よかった。俺どうしようかと思ったんですよ。見れなかったらどうしようかな。見れるんです。見れるんです。気持ち入れ替えた高道の選手を見れます。それも見たいな。今日ほんと5試合リーグ戦もう半端なかったですから。もう見なきゃダメですよね。見なきゃダメです。もう1回、もう8、はい、もう8回見ましょう。もう8回、もう8回見てください。もう8回見ましょう。はい、うん、そしてその前はヒロム選手は石森選手 11.4、うん、IWGP ジュニアの前哨戦、はい、仕掛けましたね。最初から丸め込み。いやね、あのね、やっぱ2ヶ月3ヶ月まあ試合をしてない状態で、はい、あのインスタをすごいよく見てたんです。はいはい、インスタ、ね、トレーニング、はい、ボコボコの筋肉、すごいトレーニングをして、はいはい、すげえ体になったんですよ、はいはいはい、で今日近くで体を見た時にすげえ体だなと、うん、これはやばいなと、仕掛けないと。俺もいつもこうパワースピードで言ってましたけど、はい、まあ、ちょっとこう丸め込みとかで変化球を入れて、なるほど、いつでも俺は丸め込んで勝っちゃうよと、隙を見せたら俺勝っちゃうからねっていうのを、この石森さんの頭の中にちょっと埋め込むことが今日できたんじゃないか。なるほど、はい、しっかりこう前哨戦をうまく活用しにいってるわけですね。いろいろとね、今回作戦を立ててますよ、はい、真正面からいただけじゃね、ちょっと厳しいかなってちょっと思っちゃったんで、うん、いやー、そしてあとはですね、上村選手と真田選手のタッグもありましたし、ぜひ見てない方はアーカイブで見れます。見れるんですか。はい、見れます。知らなかった。はい、お願いしたいと思います。そして次の2戦目は10月24日火曜日、後楽園ホール18時半でございます。そうだ、こちらもですね、ジュニアタッグリーグ戦5試合あるのと、うん、あとは TB 王座ボルチンオレッグ選手対ザック・セイバージュニア選手が決まりますので、こちらもぜひ楽しみにライブでご覧になっていただきたいと思います。絶対見ないと、これは。これは見ないと。はい、ということでですね、はい、では開幕戦始まりましたけども、はい、高橋宏夢選手、はい、チャンピオン様からですね、はい、視聴者の方にメッセージの方をお願いいたします。はい、おめでとうございます。武士ティタン組本日優勝しました。おめでとうございます。皆さん拍手を。おめでとう、武士ティタン組優勝しました。勝ち点84、優勝。